どうも、寺へ。今日もミンゴでやっていきましょう。ということで、まあガチャはいいかなと。チケットもないし、行きましょう。まずはオカルトミンゴル、深淵ミンゴルやります。深淵ミンゴル、オカルトと目測の間に、なんかね、やっぱね、目がゴミなんだよな。オカルトだけでやってたら決まらないので、ドドッと早速もう行く。 1234567812345678 0.66 を作りますと。で、1の1かな、1のこれで 0.99 になっちゃった。0.66 分遠いんですけど、悪くないよね。悪くないと思う。傾きは、右って感じか。でもそんなには思う感じじゃない。もう一回チェック。全然あると思うな。これはあるでしょう。あ、ステーブルムーフだった。ちょっと、クラブを変えないと。あー、全然ダメだ。なんか違う気がしてたんだよな。後出し。あんなに外れてるともダメ。ちょっと変えます。よし。で、今日は早めに終わる、少ししかやらない。今日はあのソッシーの夜配信があるんで、でその後に10時から、ピザラシ。すごいすごいいい流れ、最高だね。ソッシーのスマブラ配信の、まあ、途中か何か、まあ、二窓すればいいんですけど、そこでピザラジと。最高の流れ。いいね。まあ2本目決めたいね。よし。なんだかんだで連続アルバトロス以外も記録を残したい。これはね、まあこの時点で5かなと思うんですけど、5だね。5でいいっしょ。1、2、3、4、5。意外にここで、まあ、3いくね。5.3 作るか。5.33。1、2、3、4、5、6、7、8。これで 5.33 ができましたよと。結構いいと思うんだよな。基本的には、行き過ぎるぐらいがちょうどいい。43。行き過ぎ OK。右に行く分はいい。0.33 分かい。まあいいや。また外した。まあ行き過ぎたんだよ。それはいいや。いや、ちょっと待ってよ。行き過ぎたってことは 0.33 じゃないわ。正解は 5.66 だったんだ。
5.66 が正解。つまり、0.6 理論でやった方がいいってことだね。 0.6 理論結構ハマるよな。あれは 0.6 理論は結構ハマる。パッと見た時に 0.3 でいくか 0.6 でいくかっていうことなんですけど、まあ 0.6 作るか。1,2 で、ここでどんなもんかっていうと1の1なんですよね。だから 9.3 なんですけど、そこを、8.6 にするってことはね、今 9.3 です。あ、いや違う、 9.3 じゃない、今は 16.6。 これを8.66 にするから、だから8動かすんだ。こっから 1,2,3,4,5,6,7,8、 これが今 8.66 状態で、今まではここ 9.3 で打ってたんですけど、 8.6 で打つと。ボールを見るか。左に行きそうだね。で、行き過ぎるのは OK。 そういう風にする考え方を。45。うわ、外した。でも入るでしょ。入らないか。そっちか。まあ行き過ぎるのは OK。 こんな感じと。はい、今回のはあれか、8.66 じゃなくて 9.33 にしてれば入ってたってことか。まあいい加減決めたいですね。右かなって感じ。右かなみたいな。で、傾きが、これは5かな。5かな。これはかなり 5っぽい。1,2,3,4,5。まあ自信あるけど、4.6 にするのはありかもしれないな。だから12動かして、で16 12345678 12345678、でこれが今 5.66 なんですよ、この角度が。でさらに1、これで 4.66。 4.66 で打って方が5で打つよりも入るんじゃないかと、まあ見た感じですね。でつまり短いってことは右側に行くってことです。で右側に行くのは OK。 いいね、カテゴリーできてるね。はいっと。理論が成立してますね。だからこの差っていうのが 0.44 かなんです。あ、 0.34 か。いやー、ボールのこれ、このカメラワークいいわ。
だから 0.34 縮めるっていうことだね。うん、思ってるところよりも 0.34 縮める。さあ、連続アルバトロスチャレンジ、現在の連続アルバトロス回数は3回です。もう1年後も行ってそう。そうですね、これは3かなと思うんですが、どうでしょうか。まあこれも5かな、うん、5かな、3と思って5かなと思ったら4でいいような気がするんだよな。ちなみにブレは右っぽいな、というのを踏まえると4動かすか。1234で右にブレますよと来てるんですけど、ここでもう一回、右行きそう。まあでもいいか、そういう時はね 4.3 にする。ピッとここで1234567 4.3 を作りました。今 4.3 です。3でもないし5でもないと思った時の4かつ 4.3 調整。この時に 3.66 か 4.3 なんですよ、パターンとして。で自分は 4.3 を選んだと。で右側に行く分には OK、 行き過ぎ OK。よし、決めよう。正解は5です。はい、正解5でした。もしくは 4.66 か。なるほどね。連続チャレンジならずと、あ、連続成功ならずと。まあ今日は短めに行くので、パパッとやりますか、残りという感じで突き詰めていくとうまくいくんじゃないかなと。この考え方は悪くない。1日1つずつ強くなる、ブレないんだよな。まあ、強いて言うと右にブレてる。3なのかな、これは3かな。1、2、3でもう一回測るとどうなってるか見ますか。これはいいね、3でいい。大丈夫。ちなみにブレ、右に行く。これはね、外れそうなんだけど、ブレが関係してれば右に行く。関係してなければ入る。そんな感じ。うわ！でも入るんじゃない？あ、右に行っちゃったね。これをね、ブレ考えて、もう一個、設定しとくとうまくいくよね。でもね、44ヤードでブレは1っていうのはちょっと考えづらいんだな。1はでかすぎるんだ。残り2本、もう1本入れたいね。8本中せめて2本いきたい。1本決まるとちょっと安心する。おお、ブレなし。ブレはありません。であとは設定さえ見てれば OK。 1
いや、1左で、ここで1左にして、でもう一回設定を見るわけ。そうすると、いや結構逆だな、うん、すごい、2にする。逆にね、エッジが立ってんだよね。2にするとさらにエッジが立ってる。3なのか。これ面白いね、この現象。3にすると、うーお、そっか、4、4だな。これ4でいいところに行くわ。うん、4でいい。0の時が一番傾いてなくて、左に行けば行くほど傾きが増すっていうやつ。これがね、3だと思ったら5でしたみたいな、そういうね、ことを生むんだね。うん、最初は傾きがあんまりないから、左に1でいいかなってやると、だんだんその傾きが増していくっていう、そういう現象。そこをちゃんとね、フォローして打つ。で、ブレはないから、このまま打てば入ります。うわぁうわぁ入りません。あー、3が正解か。いや、むずいな、これは。これはむずい。これはむずかった。まあ、一番近いのは3ってことかな。うん。次からそうしよう。これ持ち、これ持ち、こっち。最後。で、この後は、みんなでゴルフやります。で、ちょうど30分みたいな感じ。ブレ。まあ、右かな。右かなっていうね。5。5。ここで 4.6 いってみっか。1、2。で、5にするに、4.6 にするには、14引けばいい。1234561234567。123456。これで 4.66 になりました。ほぼまっすぐだな。 4.66 ないんじゃないか、これ。そうすると 3.66 作るか。 3.66 は脅威だな。これはやりすぎか。多分やりすぎだね。じゃあ 4.66。4.66、まあ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 、まあいいや。決まったら連チャン、チャレンジやります。ああ、また外した。ダメか。ダメした。今のを見ると4.3が正解か。そうだね、行き過ぎ OK なんで、これはダメです。手前なんで。あ、もう一本行きますね。これ正真正銘最後と。入れてもやめます、言っておきます。今日はそういうこと。
ただ一本は寂しいからもう一本行きたい。一応今日の成長枠はできた。右ブレどうすかな。1あって左に1だ。ここでもう一回見る。3かな。こういう時はどうするかだな。2か3、2にするか。うん、2かな。これね、あんまりやりすぎてもしょうがないだな。まあいいでしょう。これラスト。入っても終わり。OK。右か。行き過ぎか。3が正解か。まあまあまあ、行き過ぎ OK なんで。いいでしょう。では、みんなでゴルフやって終わりにしましょう。ちょっとプロツアーやった方がいいかな。どうなんでしょう。とりあえずブレチェックなし。ブレなし、素晴らしい。マジか。ホーミングにして 4.6 ぴったりでいいよと。ぴったりでいいよマジで。ホールインワン先に取られたけど、自分もホールインワン。ギリか。左ブレだったか。そうですか。これ3ホール引き継ぐのかっていうことにもなるんですけど、まあそれは3ホール目でわかる。まあビブレですね、ビブレ。行きましょう。ステーブルにして345にして、この辺。まあ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 、問題は2打目ですから。でここの角度が1で、なんかもうこれでいいかなと思うけど、いや違うんだろうな。こんぐらいか。いやもう一個行きたい。もう一個行く。それで、リボ賞でいいか。 11.6。 これは確かこんぐらいかな。うーわ左。ブレ見てなかった。しまった。まあまあまあ。なるほど。もうちょい弱めか。まあそれ以前にだな。ブレなのかどうかだな。あ、外した。左にブレてましたね。
最後ぴったりでよかったっけ。はい、左にブレてたけど、これ今度は右にブレてますよって書いてますね。右にブレるって書いてあるんだけど、どうしようかな。いやー、そしたら3打全部同じか。左、右にブレるって書いてあるから左にした。で、あとはぴったりにして打つだけ。うわー、外した。落ちるところを見よう。あれ？あれ？あ、もしかして、もしかして前チャレしてなかった？あ、最悪。最悪。やべえ。やっちゃいました。失敗した。失敗した。今何時？あ、まだ大丈夫。まあ、もう一回、もう一回行こう。リベンジ、リベンジ。せっかく、うん、はい、だから分かんないよね。あれは分かんない。ブレを見ます。ほい。ブレ、右かな？でもまあ、さほどだな。このまま行こう。んで、ホーミング。お、旗っつ。これね、ちょっと強いんだよね。微妙なんだよね、だから。まあ決めるけどね。右ブレは合ってたね。いやー、くっそー、悔しい。そうきたか。よかったよかった。右ブレは合ってました。進んで、ステーブルパワーあんま意味ないんだな。まあいいか。で、2打目をちゃんと見ます。わからないな。多分ブレない。角度だけだ。あとは1、これ多分1でいいな。これはこの角度1でしょう。そんでリボションにして、あ、やべ、ちょっと動かちょっとこれか。で、弱めなんだよね。 11.7、 これぐらいかな。もうちょいやめいっか。これぐらい OK。 いいでしょう。くー、まあ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 悪くはないけどだな。うん、もうちょいやめでもいっか。
さあどうだろうブレは。最初は右、若干右ブレだったね。3打目チェック。あー右ブレだ、ほほー、ということです。でちゃんとマイチャレしといて、であとは打つだけで入るとぴったりでいい。 OK、 はい決まり。いやあ、力が弱かったか。決めますか。わずかながら力が弱かったと。今何時？ああ時間だね。8時ですね、ちょうど。だからここで終わりにします。楽しかった。まあでも別にもうビッグカップじゃなくていいんだよ。挑戦権プラ3やるでしょう。前回負けたわ。よし。あーなるほどね。ホーミングにしてブレを見ますと。こういう時はね違うんですよね。こうして、ブレなしで考えていいよね。で、ブレなしで考えて93で 7.4 で、まあ大体ぴったりでいいんだ。そしたらこれでいいか。いやーブレてる。右ブレか。まあこんなもんなんですけど、ダメかな。ダメか、負けた。強め負けたか。勝ったか。危な。これぐらいかな。こんぐらいにして。オッケー、よし、勝っち。クルパーしなきゃ勝ち。オッケー。なあらな。報酬を受け取る。ギアチケもらう。これはガチャチャレか。ガチャしますか。せっかくなんで。
まだ持ってないやつ。エッフェル塔クラブ、一瞬持ってないと思ったら持ってた、2本目。ということで、こう流れるようにネプチューンを狙い撃つ。特に欲しくはないけどやるみたいな。惰性ガチャ。73本目。74本目。おー、は、外れ外れだね。終わりということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。次回のミンゴルもよろしくお願いします。失礼します。